耳から味わう名作「野菊の墓」「伊藤幸男」「その三」「危機物語」「僕は学校へ行ってからも」と書く民子のことばかり思われて仕方がない」「学校におってこんなことを考えてどうするものかなどと自分で自分を叱り励ましてみても何のかいもない」そういう言葉の尻からすぐ民子のことが湧いてくる。 多くの人中にいればどうにか紛れるので、日のうちはなるたけ一人でいないように心がけていた。夜になっても寝ると仕方がないから、なるたけ人中で騒いでいて、疲れて寝る工夫をしていた。そういう始末で、ようやく年も暮れ、冬季休業になった。僕が12月25日の午前に帰ってみると、庭一面にもみを干してあって、母は前の縁側に布団を敷いて、日向ぼっこをしていた。近頃は、 よほど体の具合も良い。今日は兄夫婦と男とオガすとは山へクズを履きに行ったとの話である。僕は民さんはと口の先まで出たけれどついに言い切らなかった。母も意地悪く何とも言わない。僕は帰り、早々民子のことを問うのがいかにも極まり悪く、そのまま例の書室を片付けてここに落ち着いた。しかし日暮れまでには。 民子も帰ってくることと思いながら、おろおろして待っている。皆が帰って、いよいよ、夕飯ということになっても、民子の姿は見えない。誰もまた、民子のことを一言も言うものもない。僕は、もう、民子は、市川へ帰ったものと察して、人に問うのもいまいましいから、他の話もせず、飯が済むと、それなり書室へ入ってしまった。今日は、必ず民子に会われることと。 人方ならず楽しみにして帰ってきたのに、この始末で何とも言えず、力が落ちて寂しかった。さりとて、誰に、この苦悶を話しようもなく、民子の写真などを取り出してみておったけれど、ちっとも気が晴れない。また、あのやつ、民子がいないから考え込んで嫌がると思われるも、悔しく、ようやく心を取り直し、母の枕元へ行って、夜遅くまで、学校の話をして聞かせた。明くる日は、9時頃にようやく起きた。 母はまだ寝ている。台所へ出てみると、他の者はみなまた山へ行ったとかで、おますが一人台所片付けに残っている。僕は顔を洗ったなり、飯も食わずに、瀬戸の畑へ出てしまった。この秋、民子と二人でネスを取った畑が、今は青々と長保きている。僕は、しばらくたって伊豆湖を眺めるともなく、民子の面影を脳中に描きつつ思いに沈んでいる。 正さん、何をそんなに考えているのおますが出し抜けに後からそう言って近くへ寄ってきた僕が良い加減なことを一言二言言うとおますはいきなり僕の手を取ってもう少しこっちへ来てここへ腰をかけなさいまあと言いつつ藁を積んであるところへ自分を腰をかけて僕にもかけさせたマサオさんおタミさんは本当にかわいそうでしたよ うちの姉さんたら本当に意地曲がりですからね。なんという根性の悪い人だか、私も、はあ、ここのうちにいるのは嫌になってしまった。昨日正マさんが来るのは分かりきっているのに、姉さんが、いろんなことを言って、おととい、お民さんを市川へ返したんですよ。待つ人があるだっぺ、とか、会いたい人が待ちどうかっぺ、とか、あてこすりを言って、お民さんを泣かせたりしてね、お母さんにも、なんでもいろいろなこと言ったらしい。 うとうおとといお昼前に返してしまったのでさ。マサオさんがおととい来たら会われたんですよ。マサオさん、私は、お民さんが、かわいそうで、かわいそうでならないだよ。何だってあなたがいなくなってからは、まるで泣きの涙で日を暮らしているんだもの。マサオさんに手紙をやりたいけれど、それが、よく自分にはできないから口惜しいと言ってね。私の部屋へ、ミバも、すつりと紙を持ってきては、泣いていました。 お民さんも、始まりは私にも隠していたけれど、のちには隠していられなくなったのさ。私も、お民さんのために、いくら泣いたかしれない。見ればおますは、もう、ポロポロ涙をこぼしている。一体たおますは、ごく人のよい親切な女で、僕と民子が、目の前で、仲良い風をすると、嫉妬心を起こすけれど、もとより執念深いシでないから、民子が一人になれば、民子こと仲が良く。 僕僕が一人になれば、僕を大騒ぎするる。のであるそれからなおおますは僕がいないあとで民子が非常に母に叱られたことなどを話したそれは概略こうである意地悪の兄嫁が何を言うても母が民子を愛することは少しも変わらないけれど二つも年の多い民子を僕の嫁にすることはどうしてもいけぬということになったらしくそれには兄嫁もいろいろ言うて嫁にしないとすれば二人の仲は なるたけ咲くような工夫をせねばならぬ。母も兄嫁も、そういう心持ちになっているから、民子に対する仕向けは、正雄のことを思うていても、到底ダメであると遠回しに封じしていた。そこへ来て、民子が開けてもくれてもくよくよして、人の目に求まるほどであるから、時々は、物忘れをしたり、呼んでも返事が遅かったりして、母の願釈に触ったことも、たびたびあった。僕がいなくなってから、20日ばかりたって。 11月の月初めの頃、民子も他の者と野へ出ることとなって、母が民子に、お前は一足跡になって、差し木の周りを雑巾掛けして、それから庭に広げてあるむしろをくらい片付けてから野へ行けと言いつけた。民子は雑巾掛けをしてからうっかり忘れてしまって、むしろを入れずに野へ出たところ、間が悪く、その日雨が降ったから、そのむしろ10枚ばかりを濡らしてしまった。民子は、 雨が降ってから気がついたけれど、もう間に合わない。家へ帰って、早速母にわびたけれど、母は、平日のことが胸にあるから、何も、10枚ばかりのむしろが惜しいではないけれど、一体、私の言いつけをおろそかに聞いているから怒ったことだ。元の民子はそうでなかった。得て勝手な考え事などしているから、人の言うことも、耳へ入らないのだ。というような、ずいぶん痛い小言を言った。民子は、 母の枕元近くへ行って、どうか私が悪かったのですから、堪忍して、と両手をついて謝った。そうすると、母は、また、そう何も他人らしく改まって謝らなく、友だと叱ったそうで、民子は、たまらなくなって、わっと泣き伏した。そのまま民子が泣きやんでしまえば、何のこともなく済んだであろうが、民子は、とうとう一晩中泣き通したので、翌朝は目を赤くしていた。母も、 時々目を覚ましてみると、民子はいつでもすくすく泣いている声がしていたというので、今度は母が非常に立腹して、おますと民子と二人呼んで母が震え声になって言うには、会いたいでは私がどんなわがままなことを言うかもしれないから、おますは聞き手になってくれ。民子は夕べ一晩中泣き通した。さだめし私に言われたことが無念でたまらなかったからでしょう。民子はここで。 私は、そうでありませんと泣き声で言うたけれど、母は耳にもかけずに、なるほど、私の小言も少し言い過ぎかもしれないが、民子だって、何もそれほど口をしがってくれなくても良さそうなものじゃないか。私は、本当に考えると情けなくなってしまった。可愛がったのを恩に着せるではないが、元を言えば他人だけれど、ちのみ、この時から、民子は、しょっちゅう家へ来ていて、 今の正夫と二つのちぶさを一つずつ含ませていたくらい、おますが来てからもあの通りで、二つのものは、一つずつ、四つのものは、二つずつ、着物をこしらえても、あれに、一枚、これに、一枚と少しも分け隔てをせないできた。民子も、真の親のように思ってくれ、私も我が子と思って、よその人は、誰だって、二人を兄弟と思わないものはなかったほどであるのに、後にも先にも、 一度の小言をあんなに悔しがって、夜中泣いてくれなくともよさそうなもの。市川の人たちに聞かれたら、は、斉藤の、ばが、どんなひどいことを言ったかと思うだろう。十何年という間、我が子のように思ってきたことも、ただ、一度の小言で忘れられてしまったかと思うと、私は口惜しい。人間というものは、そうしたものかしら。おます、よく聞いてくれ、私が、無理か、ダミ子が無理か。 なあ、おます。母は、目に、涙をいっぱいにためてそう言った。民子は、身も世もあらぬさまで、いきなりにおますの膝にすがりついて泣き泣き。おますや、お母さんに申し訳をしておくれ。私は、そんな大それた良犬ではない。ゆんべあんなに泣いたは、全く私が悪かったから、全く私が届かなかったのだから、おますや、お前が、よく、申し訳をそう言っておくれ。それからおますが、 お母さんのご立腹もごもっともですけれど、私が思うに、いやお母さんも少し勘違いをしておいでなさいます。お母さんは、長年お民さんを可愛がっておいでですから、お民さんの気立てはわかっておりましょう。私も、こうして一年ご厄介になっていてみれば、お民さんは、ほんと優しいおとなしい人です。お母さんに少しばかり叱られたって、それを悔しがって、泣いたり、なんぞするような人ではありますまい。 私が、こんなことを申してはおかしいですが、マサオさんとオタミさんとは、ああして仲良くしていたのを、何かのご都合で急にお別れなさったもんですから、それからというもの、オタミさんは、かわいそうなほど元気がないのです。木の葉のそよぐにもため息をつき、カラスの泣くにも涙ぐんで、触れば、泣きそうな風でいたところへ、お母さんから、少しきつく叱られたから、とめどなく泣いたのでしょう。お母さん、私は、 全くそう思いますわ。お民さんは、決してあなたに叱られたと、て悔しがるような人ではありません。お民さんのようなおとなしい人を、お母さんのようにああ言って叱っては、あんまりかわいそうですわ。おますが、友泣きをして言い訳を言うたので、もとより、タミ子は、憎くない母だから、にわかに顔色を直して。なるほど、おますがそう言えば、私も少し勘違いをしていました。よくおます、そう言うてくれた。 私は、もう、すっかり心持ちが治った。タミヤ、黙っておくれ、もう泣いてくれるな。タミヤもかわいそうであった。何、マサオは、学校へ行ったんじゃないか、くれには帰ってくるよ。なあ、おます、お前は、今日は仕事を休んで、うまいものでもこしらえてくれ。その日は、三人が行くたびも寄り合って、いろいろなものをこしらえては、茶ごとをやり、一日面白く話をした。タミコは、 この日は、いつになく高笑いをし、元気よく遊んだ。何と言っても、母の方は、すぐ話がわかるけれど、兄嫁が、まが、な、すきが、な、いろいろなことを言うので、とうとう僕の帰らないうちに、民子を市川へ返したとの話であった。おますは、長い話を終わるやいなや、すぐ家へ帰った。なるほどそうであったか、姉は、もちろん、母までが、そういう心になったでは、 か弱い望みもたいたも同様。心細さのやるせがなく、泣くより、他に線がなかったのだろう。そんなに母に叱られたか、一晩中泣き通した、なるほどなどと思うと、再び熱い涙がみなぎりだして、どめとがない。僕は、しばらくの間、涙の出るが、ママにそこにぼんやりしておった。その日は、とうとう朝飯も食べず、昼過ぎまで、畑のあたりをうろついてしまった。そうなると、 にわかに家にいるのが嫌でたまらない。できるならば、暮れのうちに学校へ帰ってしまいたかったけれど、そうもならないでようやくこらえて、年を越し、元日一日置いて、二日の日には朝早く学校へ立ってしまった。今度は、陸路市川へ出て、市川から汽車に乗ったから、民子の近所を通ったので、あれど、僕は、決まりが悪くて、どうしても民子の家へ寄れなかった。また、僕に寄られたら。 タミコが困るだろうとも思って、幾度やろうと思ったけれど、ついに寄らなかった。思えば、実に、人の境遇は変化するものである。その一年前までは、タミコが僕のところへ来ていなければ、僕は、日曜の度に、タミコの家へ行ったのである。僕は、タミコの家へ行っても、他の人には用はない。いつでも、おばあさん、タミさんは、そら、タミさんは、 が来たと言われるくらいで、ある時などは僕が行くとタミコは庭に菊の花を摘んでいた。僕はタミさんちょっとおいでと無理にせどへ引っ張って行って二軒はしごを二人で担いだし柿の木へかけたのをタミコに抑さえさせ。僕が登って柿を六つばかり取る。タミコに半分やれはタミコは一つでたくさんと言うから僕はその五つを持ってそのまま裏から抜けて帰ってしまった。 さすがに、この時は、戸村の家でも、家中で、僕を悪く言ったそうだけれど、民子一人は、ただニコニコ笑っていて、決してマサオさん悪いとは言わなかったそうだ。これぐらい隔てなくした間柄だに、恋ということを覚えてからは、市川の町を通るすら恥ずかしくなったのである。この年の初中休みには、家に帰らなかった。暮れにも帰るまいと思ったけれど、年の暮れだから、一日でも二日でも帰れというて。 母から手紙が来たゆえ、大晦日の夜帰ってきた。おますも、今年きりで、下がったとの話で、いよいよ話し相手もないから、また、元日一に、血で、二日の日に出かけようとすると、母がお前にも言うておくが、民子は、嫁に言った、去年の下月、やはり、市川のうちで、大変裕福な家だそうだ、と簡単に言うのであった。僕は、はあそうですかと無造作に答えて出てしまった。 タミ子は嫁に言った。この一語を聞いた時の僕の心持ちは自分ながら不思議と思うほどの平気であった。僕がタミ子を思っている感情に何らの動揺を起こさなかった。これには何か相当の理由があるかもしれねど、ともかくも事実はそうである。僕はただ理屈なしにタミ子はいかな境外に入ろうとも僕を思っている心は決して変わらぬものと信じている。 嫁に行こうがどうしようが、民子は依然民子で、僕が民子を思う心に、寸分の変わりないように、民子にも、決して変わりないように思われて、その観念は、ほとんど大石の上にさしているようで、毛の先ほどの危惧心もない。それであるから、民子は嫁に行ったと聞いても、少しも驚かなかった。しかし、その頃から、今までにない考えも出てきた。民子は、ただただ、少しも元気がなく、 痩せ衰えて、塞いでばかりいるだろうとのみ思われてならない。かわいそうな民さんという観念ばかり高まってきたのである。そういうわけであるから、学校へ行っても、以前とは、ほとんど反対になって、以前は、勤めて人の中へ入って、苦悶を紛らそうとしたけれど、今度は、なるべく人を避けて、一人で、民子の上に思いを馳せて楽しんでおった。那須畑のことや、綿畑のことや、13日の晩の寂しい風や、 また、矢切の渡りで別れたときのことやを、繰り返し繰り返し考えては、一人慰めておった。民子のことさえ考えれば、いつでも気分がよくなる。もちろん悲しい心持ちになることが、しばしばあるけれど、散々涙を出せば、やはり、あとは気分がよくなる。民子のことを思っていれば、かえって、学科の成績も悪くないのである。これらも不思議の一つで、いかなる理由かちらねど、僕は実際そうであった。 いつしか月も経って、忘れもせぬ6月22日、僕が、三述の解題に苦しんで考えていると、小遣いが、斉藤さん、おうちから電報です、と言って、机の端へ置いて去った。例のすぐ帰れであるから、早速、車間に話をして、即日帰省した。何事が起こったかと、胸に動機を弾ませて帰ってみると、宵闇の家のありさまは、意外に静かだ。台所で家中、夕飯時であったが、 ただ、そこに母が見えないばかり、何の変わった様子もない。僕は、台所へは顔も出さず、すぐと母の寝床へ来た。暗闘の日も薄暗く、母は、ひったり、枕について伏せている。お母さん、どうかしましたかああ、マサオ、よく早く帰ってくれた。今私も起きるから、お前ご飯前なら、ご飯を済ましてしまえ。僕は、何のことか、しきりに気になるけれど、 母が、そういうままに、早々に飯をすまして、再び母のところへ来る。母は、帯を言うて、布団の上に起きていた。僕が前に座っても、ただ、無言でいる。見ると、母は、雨のような涙を落として、うつむいている。お母さん、まあ、どうしたんでしょう。僕の言葉に励まされて、母は、ようやく涙を拭き。マサオ、堪忍してくれ、タミ子は、死んでしまった。 私が殺したようなものだ。そりゃいつです。どうして民さんは死んだんです。僕が夢中になって問い返すと、母は、むせび返って顔を押さえている。始終を聞いたら、定めしひどい親だと思うだろうが、こらえてくれ、マサオ、お前に、一言の話もせず、だって嫌だと言う民子を無理に勧めて嫁にやったのが、こういうことになってしまった。たとえ、女の方が、年上であろうとも、本人同士が、 特身で、あらば、何も親だからと、で、余計な口出しをせなくもよいのに、この母が年甲斐もなく、親だてらにいらぬお世話を焼いて、取り返しのつかぬことをしてしまった。民子は、私が手をかけて殺したも同じ。どうぞ堪忍してくれ、マサオ私は、民子の後を追って行きたい。母は、もう、おいおい、おいおい、声を立てて泣いている。民子の死ということだけは分かったけれど、何が、 何やらさらにわからぬ。僕とて、民子の死と聞いて、失神するほどの思いであれど、今、目の前で、母の嘆きの一通りならぬを見ては、泣くにも泣かれず、僕がおろおろしているところへ、兄夫婦が出てきた。お母さん、まあ、そう泣いたって仕方がない。と言え、ば、母は、構わずに、泣かしておくれ、泣かしておくれというのである。どうしようもない。その間で、兄嫁がわずかに話すところを聞けば、 市川のそれがしという家で、先の男の気少も知れているに、財産も、戸村の家に倍以上であり、それで、向こうから民子を立っての所望、仲人というのも、戸村が世話になる人である。ぜひやりたい、ぜひ行ってくれということになった。民子は、どうでも嫌だという。民子の嫌だという、心はよく分かっているけれど、正雄さんの方は、年も違い、先の長いことだから、どうでも、それがしの家へやりたいとは。 トムの人たちはもちろん親類までの希望であったそれでいよいよ斎藤のおっ母さんに意見をしてもらうということに相談が決まりそれで家のお母さんが民子に幾度意見をしても泣いてばかり承知しないからとどのつまりお前がそう五張春のも正雄のところへ行きたい考えからだろうけれどそれはこの母が不承知でならないよお前はそれでも今度の縁談が不承知か こんな風に言われたから、民子は、すっかり自分を諦めたらしく、とうとう皆様の良いようにと言って、承知をした。それからは、何もかも、人の言うなりになって、下月半ばに祝儀をしたけれど、民子の心持ちが本当の承知でないから、向こうでも、いくらか嫌気になり、民子は身持ちになったが、無月で降りてしまった。後の日立ちが、非常に悪く、ついに、6月19日に息を引き取った。 病中、僕に知らせようとの話もあったが、今更、マサオに知らせる顔もないというわけから知らせなかった。家のお母さんは、タミ子がまだ口を聞くときから、市川へ行っておって、タミ子が行けなくなると、もう泣いて泣いて泣き抜いた。一口混ぜに、タミ子は、私が殺したようなものだ、とばかり言っていて、市川へ置いたでは、どうなるか知れぬというわけから、昨日来るまで家へ送られてきたのだ。話さえすればなく。 泣けば私が悪かった悪かかっっったたと言っている誰にもしようがないから、マサオさんのところへ、電報を打った。タミ子もかわいそうだし、お母さんもかわいそうだし、とんだことになってしまった。マサオさん、どうしたらよいでしょう。兄嫁の話で大方は分かったけれど、僕も、どうしてよいやら、ほとんど途方にくれた。母はもう半期違いだ。何しろ、ここでは。 母の心を静めるのが第一とは思ったけれど、慰めようがない。僕だって、いっそ気違いになってしまったらと思ったくらいだから、母を慰めるほどの気力はない。そうこうしているうちに、ようやく、母も少し落ち着いてきて、また話し出した。正や、聞いてくれ。私は、もう、自分の悪党に呆きれてしまった。なんだって、あんなひどいことを民子に言ったっけかしら。 今更南北いても仕方がないけど、私は、マサオ、タミコにこを言ったんだ。マサオと夫婦にすることは、この母が不承知だから、お前は、よそへ嫁に行け。なるほど、タミコは、私にそう言われてみれ、は、自分の身を諦めるほかはないわけだ。どうしてあんな、無ごたらしいことを言ったのだろう。ああ、かわいそうなことをしてしまった。まったく、私が悪党を言うたために、タミコは死んだ。お前は、 ね、明日は、夜が明けたら、すぐに行って、よーく、民子の墓に参ってくれ。それで、お母さんの悪かったことをよく詫びてくれ。ねえ、マさお。僕もようやく泣くことができた。たとえ、どういう都合があったにせよ、いよいよ見込みがなくなったときには会わせてくれてもよかったろうに、死んでから知らせるとは、ずいぶんひどいわけだ。民さんだって、僕には会いたかったろう。嫁に行ってしまっては、 申し訳がなく思ったろうけれど、それでも、いよいよの間際になっては、僕に会いたかったに違いない。実に情けないことだ。考えてみれば、僕もあんまり子供であった。その後、市川を3回も通りながら訪ねなかったは、今更残念でならぬ。僕は、民子が嫁に行こうが行くまいが、ただ民子に愛さえせばよいのだ。今、一目会いたかった。次から、次と果てしなく思いは溢れてくる。 しかし、母に、そういうことを言えば、今度は、僕が母を殺すようなことになるかもしれない。僕は、きっと心を取り直した。お母さん、本当に民子はかわいそうでありました。しかし、取って帰らぬことをいくら悔やんでも仕方がないですから、あとのことを年頃にしてやるほかはない。お母さんは、ただただ、お自分の悪いように、分かり取っているけれど、お母さんとて、心は、ただ、民子のため、 マサオのためと一筋に思ってくれたことですから、よしそれが思うようにならなかったと、で、タミ子や私らが、何とてお母さんを恨みましょう。お母さんの心は、どこまでも情け心でしたものを、タミ子も決して恨んではいやしまい。何もかもこうなる運命であったのでしょう。私はもう諦めました。どうぞ、この上お母さんも諦めてください。明日の朝は、夜が明けたら、すぐ市川へ参ります。 母は、なお言葉を継いで。なるほど、何もかもこうなる運命かも。知らねど、と、今度という今度、私はよくよく後悔しました。俗に、親バカということがあるが、その親バカがとんでもない悪いことをした。親が、いつまでもものの分かったつもりでいるが、大変な間違いであった。自分は、阿弥陀様におすがり申して救うていただくほかに、助かる道はない。正親、お前は体を大事にしてくれ。 思えば、タミコは、長年の間にも、ついぞ私に逆らったことはなかった。おとなしい子であっただけ、自分のしたことが悔いられてならない。どうしてもかわいそうでたまらない。民子が、今はの時のことも、お前に話して聞かせたいけれど、私には、とてもそれができない。などと、また声を曇らしてきた。もう話せば話すほど悲しくなるからと、で、強いて一度寝ることにした。母の手前、兄夫婦の手前。 泣く前とこらえて、ようやくこらえていた僕は、自分の蚊帳へ入り、布団に倒れると、もう、たまらなく一度にこみ上げてくる。口へは手拭いをかんで、涙を絞った。どれだけ涙が出たか、隣室の母から夜が明けたようだよと、声をかけられるまで、少しもやまず涙が出た。来たままで寝ていた僕は、そのまま起きて顔を洗うやいなや、未だほのぐらいのに家を出る。夢のように、2厘の道を走って、太陽が、 ようやく地平線に現れた自分に、戸村の家の門前まで来た。この家のかまどのあるところは、庭から正面に見通して見える。朝だけに麦わらを炊いて、パチパチ音がする。僕が、前の縁先に立つと、奥にいたおばあさんが、目ざとく見つけて出てくる。金屋、金屋、と、宮正マさんが来ました。まあ、正夫さんよく来てくれました。大層早く。さあ、おあかんなさい。 お気抜きでしょう。さあ、金屋。民子のお父さんとお母さん、民子の姉さんも来た。まあ、よく来てくれました。あなたの来るのを待ってました。とにかくに登ってご飯を食べて。僕は、登りもせず腰もかけず、しばらく無言で立っていた。ようやくと、民さんのお墓に参りに来ました。切なる様は目に余ったと見え、よったりとも口が聞けなくなってしまった。 やがてお父さんが。それでも、まあ、ちょっとご飯を済ましていったら、ああ、そうですか。それでは、みなしてまいってくるが、よかろう、いや着物など着替えんでよいじゃないか。女たちは、もう鼻すすりをしながら、それじゃあ、とて立ち上がる。水を持ち、線香を持ち、庭の花をたくさんに取る。おだまき草、千日草、天竺ボタンと、めいめい手に取り分けて出かける。 柿の,木の下から瀬戸へ抜け、薪米の裏門を出ると松林である。桃畑、梨畑の間を行くとわずかの田がある。その先の松林の片隅に雑木の森があって、あまたの墓が見える。戸村家の墓地は町の木、市、五本を中心として六坪ばかりを区分けしてある。その程よいところの新墓が、民子が十和の住みであった。大りをしてから雨にも合わないので、ほんの新しいままで。 力紙なども、今結んだようである。おばあさんが先に入れて。さあ、マサオさん、何もかも、あなたの手でやってください。民子のためには、本に、先祖の供養に勝るあなたの、孔芸。どうぞ、マサオさん、よーくお参りをしてください。今日は、民子も定めて、草葉の陰で、嬉しかろう、なあ、この人に、せめて、一度でも、目を眠らない民子に、まあ、せめて一度でも会わせてやりたかった。 3人は目をこすっている様子。僕は、甲をあげ、花をあげ、水を注いでから、前につくばって、心の行くまで拝んだ。真に情けないわけだ。寿命で死ぬは致し方ないにしても、長く患っている間に、ああ、見舞ってやりたかった。一目会いたかった。僕も民さんに会いたかったもの、民さんだって僕に会いたかったに違いない。無理無理に強いられたとはいえ、 嫁に言っては、僕に合わせる顔がないと思ったに違いない。思えばそれが哀れでならない。アンナ、おとなしいタミさんだもの、両親から親類中かかって強いられ、どうしてそれが拒まれよう。タミさんが気の強い人なら、きっと自殺をしたのだけれど、おとなしい人だけにそれもできなかったのだ。タミさんは、嫁に言っても、僕の心に変わりはないと、せめて、僕の口から一言言って死なせたかった。 世の中に情けないと言って、こういう情けないことがあろうか。もう私も生きていたくない、我知らず声を出して、僕は両膝と両手を地べたへついてしまった。僕の様子を見て、後ろにいた人がどんなに泣いたか。僕も、我一人でないに気がついて、ようやく立ち上がった。三人の中の誰が言うのか。なんだって民子は、マサオさんということをば一言も言わなかったのだろう。 それほどに思い合ってる中と知ったら、あんなに、勧めはせぬものを。うすうすは、知れていたのだに、この人の胸も聞いてみず、民子もあれほど嫌がったものを、いくら若いからとてあんまりであった、かわいそうに。三人も、高下を手向け、水を注いだ。おばあさんがまた、マサ男さん、あなた、力紙を結んでください。たくさん結んでください。民子は、あなたが、情けの力を。 頼りにあの世へ行きます。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。僕は、懐にあった紙のあり竹を力杖に結ぶ。この時、ふっと気がついた。民さんは、野菊が、大変好きであったに、野菊を掘ってきて植えればよかった。いや、すぐ掘ってきて植えよう。こう考えてあたりを見ると、不思議に野菊が茂ってる。弔いの人に踏まれたらしいが、なお、喰き立って青々としている。民さんは、 のぎの中へ葬られたのだ。僕はようやく少し落ち着いて人々と共に墓場を辞した。僕は何にも欲しくありません。ご飯はもちろん邪魔欲しくないです。このままおいとま願います。明日はまた早く上がりますからと言って帰ろうとすると、うち中で引き止める。民子のお母さんはもうたまらなそうな風で。マサオさん、あなたにそうして帰られては私らはいても立ってもいられません。 あなたが面白くないお心持ちは重々察しています。考えてみれば、私どもの届かなかったために、民子にも不憫な死に用をさせ、マサオさんにも申し訳のないことをしたのです。私どもはいかようにも、あなたにお詫びをいたします。民子かわいそうとおぼしめしたら、どうぞ民子が今はの話も聞いていってくださいな。あなたがおいでになったら、お話申すつもりで、今日は。 おいでか、明日はおいでかと、実はうち中がお待ち申したのですからどうぞ。そう言われては、僕も帰るわけにゆかず、母もそう言ったのに気がついて、座敷へ上がった。茶屋、ご飯や、と出されたけれども、真ねばかりで済ます。そのうちに、人々、皆奥へ集まり、おばあさんが話し出した。正雄さん、民子のことについては、私とも一同、誠に申し訳がなく、あなたに会わせる顔はないのです。あなたに。 いろいろ、お無念なところもありましょうけれど、どうぞ、マサオさん、過ぎ去ったことと諦めて、ご勘弁を願います。あなたにお詫びをするのが、何より、タミ子の供養になるのです。僕は、ただ、もう、胸いっぱいで何も言うことができない。おばあさんは話を続ける。実はと申すと、あなたのお母さんはじめ、私、また、タミ子の両親とも、あなたとタミ子が、 それほど深い仲であったとは知らなかったもんですから。僕はここで一言言い出す。民さんと私と深い仲とおっしゃっても、民さんと私とは、どうもしやしません。いいえ、あなたと民子がどうしたと申すではないのです。元から、あなたと民子は非常な仲良しでしたから、それが分からなかったんです。それに、民子は、あの通りの内気な子でしたから、あなたのことは、一言も口に出さない。それは、 まるきり知らなかったとは申されません。それですから、お詫びを申すようなわけ。僕は、皆さんに、そんなにお詫びを言われるわけはないという。民子のお父さんは、お詫びを言わしてくれという。そりゃ、正雄さんの言うのはごもっともです。私ともが、勝手なことをして、勝手なことをお前さんに言うというものですが、正雄さん聞いてください。理屈の上のことではないです。男親の口から、こんなことを言うも、いかがですが。 民子は命に変えられない思いを捨てて、両親の希望にしたかったのです。親の言いつけで背かれないと思うても、道理で感情を抑えるは無理なところもありましょう。民子の死は全くそれゆえですから、親の身になってみると、どうも残念でありまして、どうもしやしませんと、正雄さんが言う通り、お前さんたち二人に何の罪もないだけ、親の目からは不憫が一層でな。あの通りおとなしかった民子は、 自分の死ぬのは心からと諦めてか、ついぞ一度も不足らしい風も見せなかったです。それやこれやを思いますと、な、どう考えても、父親が無慈悲であったようで。正雄さん、察ししてください。見る通り、うち中が、もう、悲しみの闇にとっさされているのです。愚かなことでしょうが、この場合、お前さんに、民子の話を聞いてもらうのが、何よりの医者に思われますから、年がいもないこと申すようだが。 どうぞ聞いい。てくださいおばあさんがまた話を続ける。結婚の話からいよいよ難しくなったまでの話は、兄嫁が家での話と同じで、今はという日の話はこうであった。6月17日の午後に医者が来て、もう1日2日のところだから、親類などに知らせるなら、学校中にも知らせるがよいと言いますから、それではと、で、とりあえず、あなたのお母さんに告げると、18日の朝飛んできました。 その日は、民子は、顔色がよく、はっきりと話もいたしました。あなたのおっかさんが来まして、民ミヤ、決して気を弱くしてはならないよ。どうしても今一度治る気になっておくれよ、民子は、にっこり笑顔さえ見せて、矢切りのお母さん、いろいろありがとうございます。長々可愛がっていただいた恩は死んでも忘れません。私も、もう長いことはありますまい。タミヤ。 そんな気の弱いことを思ってはいけない。決してそんなことはないから、しっかりしなくてはいけないと、あなたのお母さんが言いましたら、タミ子は、しばらくたって、矢切りのお母さん、私は死ぬが本望であります。死ねばそれで良いのです。と言いましてから、なお、口の内で何か言ったようで、なんでも、マサオさん、あなたのことを言ったに違いないですが、よく聞き取れませんでした。それ切り口は聞かないで、その夜の明け方に息を引き取りました。 それからマサオさんこういうわけです夜が明けてから枕を直させますときあれの母が見つけましたタミコは左の手にもみの切れに包んだ小さなものを握ってその手を胸へ乗せているのですそれでうち中の人がみんな集まってそれをどうしようかと相談しましたがかわいそうなような気持ちもするけれど水ずに置くのも気にかかるとにかく開いてみるがよいとあれの父が言い出しましてみなのいる中で開けました それが、マサさん、あなたの写真とあなたのお手紙でありまして。おばあさんが、泣き出して、そこにいた瞳の涙を拭いている。僕は、一心に畳を見つめていた。やがて、おばあさんが、ようよう話を継ぐ。そのお手紙をおとみが読みましたから、誰もかも、一度に声を立って泣きました。あれの父は、男ながら、大声して泣くのです。あなたのお母さんは、気が触れはしないかと思うほど、 くどいて泣くお前たち2人がこれほどの語らいとは知らずに無理無体に進めて嫁にやったは悪かったあ,あ悪いことをした不憫だった民や勘忍して私は悪かったから勘忍してくれにわかの騒ぎですから近隣の人たちがどうしましたと言って訪ねに来たくらいでありましたそれであなたのお母さんはどうしても泣き止まないです 体に触ってはと思いまして、葬式が済むと、車でお送り申した次第です。身を諦めた民子の心持ちが、こう分かってみると、誰もかも、同じことで今更のように、無理に、嫁にやったことが後悔され、たまらないですよ。考えれば考えるほど、あの子がかわいそうでかわいそうで、いてもたってもいられない。せめてあなたに来ていただいて、皆が悪かったことを、十分あなたにお詫びをし、また、あれの墓にも、工芸を、 あなたの手から手向けていただいたら、少しは、うちの心持ちも休まるかと思いまして、今日のことを、何本待ちましたろ。マサオさん、どうぞ聞き分けてください。ねえ、タミ子は、あなたには背いてはいません。どうぞ不憫と思うてやってください。一語一句、皆涙で、僕も一時泣き伏してしまった。タミ子は死ぬのが本望だと言ったか、そう言ったか、家の母があんなに身を責めて泣かれるのも、 そのはずであった。僕は、おばあさん、よくわかりました。私は、タミさんの心持ちはよく知っています。去年の春、タミさんが嫁に行かれたと聞いたときでさえ、私は、タミさんをけほども疑わなかったですもの。どのようなことがあろうとも、私がタミさんを思う心持ちは変わりません。家の母なども、ただそればかり言って嘆いていますが、それも、皆悪気があっての技でないのですから。 私は、もちろん、民さんだって、決して、恨みに思えやしません。何もかも定まった縁と諦めます。私は、当分毎日お墓へ参ります。話しては、泣き、泣いては話し、こうチゴ、おついちごいくら泣いても果てしがない。僕は、母のことも気にかかるので、もうお昼だという自分に、トムラの家を辞した。トムラのお母さんは、民子の墓の前で、 僕のそぶりがあまり忙しかったから、途中が心配になると、で、自分で、矢切りの入り口まで送ってきてくれた。民子の哀れなことは、いくら思うても思いきれない。いくら泣いても泣ききれない。しかしながら、また、目の前の母が、介護の念に責められ、自ら題材を犯したと信じて嘆いている哀れさを見ると、僕は、どうしても、今は、民子を泣いてはいられない。僕がメソメソしておったでは、 母の苦しみは増すばかりと気がついた。それから、一心に自分で自分を励まし、元気を装うて、ひたすら母を慰める工夫をした。それでも、心にないことは仕方のないもの、母はいつしかそれと気がついてる様子。そうなっては、僕が家にいないよりほかはない。毎日、七日の間、市川へ通って、民子の墓の周囲には、野菊が一面に植えられた。その明る日に、僕は、 十分母の心の休まるように自分の心持ちを話して決然学校へ出た民子は余ぎなき結婚をしてついに世を去り僕は余ぎなき結婚をして流れえている民子は僕の写真と僕の手紙とを胸を離さずに持っていよう有名ハルケクヘタツとも僕の心は一日も民子の上を去らぬ